あ、そうそうそう、川床ね、川床、川床、うんうん、やってるね。鴨川今日綺麗ですね。今日綺麗ですね、いいですね。雨降ったら最悪ですから。ですね、ですね。先々週暑かった。38度。三八ですか。新潟から来はって、男性と一緒に応援してて、あ、ご涼しいですかって聞かれたけど、はい、7人とも、こっちも言うようがないでね、はい、涼しい言うたら嘘つきですね。そうですね。暑い言うたらこれ営業妨害だ。どうしようかな、これ、とっさに考えたらこれ、はい、こシューッとこう開けてね、はい、同じ空気。わかりやすい。それで考えてください。超いい感じですよね。そう、テンションかかってます。あ、ありがとうございます。あ、大阪からの人ですか。僕、ベタベタ京都です。あ、京都ですか。友達がね、はい、大阪もよく通るけど、はい、そうなんですね。いやー、なんか京都から来てもらってた。僕はね、札幌から。札幌から、はい、え、2人ですか。はい、ありがとう、遠くから来てもらって。いえいえ、あの、はい、MK って走ってません、札幌。走ってます、走ってます。 MK の、あの、アルファード好きで。あ、京都、滋賀、名古屋、北海道、札幌、降ります。そうです、そうです。札幌、ポイントカード。これまだ持ってないですね。これ本社、はい。あ、やったー。とうとう本社の本社の MK 本社の京都ですか。タクポ、タクポが次手に入りましたね。いやー、川口さんやっぱ好きっすわ。いやー、もうね、もう一回作られてください。あの、一応ボールドメインけどね、ごめんなさい。喋、はい、ってますけど、ね、はい、大丈夫です、大丈夫。これ、あの、前が八坂神社かな、はい、八坂神社。八坂神社、おー、あの、あれですわ、あの、祇園祭りから始まります。あ、なるほど。祇園祭りいつ頃でしたっけ。7月の17日、ね、あ、じゃあ来年ですね、次はね。あ、これね、まあ、あの、はい、7月のこれね、この、こんなんが出てくる。あ、はい、これを、はい、あ、これね、はい、あっから、ここずっと今走ってる、ね、はい、この祇園祭りこういうのがこう点灯して、はいはい、いや、もう、で、帰りますよ。1日から31日ですね。これが、遠野が17と24、はい、2回行きますので、はい、ぜひぜひお願いします。北海道からですか。北海道からですよ。暑いでしょ、今日。今日めっちゃ暑いですね。北海道の夏より暑いですね。あ、そう、今日でも夏仕事なんですね。あ、そうですね。じゃあ、ほんま先生時来たんだから、はい、地獄見ましたね。あ、なるほどね。よかった、今月で。いやいや、もうトロトロで、トロトロなんで。トロトロやった。僕らでも、あの、ベタベタの京都でも、あの、はい、ポケロン。あの、これね、はい、車通れますね。へぇ。これ、花見工事。へぇ、黒通りですか、ここ。で、あの、ゴールデンから人引きませんから。あ、そうですね、はい。綺麗でしょ。これ、観光地の日を表紙とかやってるの。はい。あのね、ちょっと歩かあります。あ、これ、はい、あのね、もうちょい行ったところにね、辰巳神社ってあるんだけど、 あ、はい、あの、小橋がいつもあの、はい、舞妓さんとか芸妓さんとかあったりとかね、はい、あの、観光の表紙なんてのは危なんで、うん、あ、そうですね、あの、ね、僕泊まってますし、写真撮ってやるから、はい、せっかく撮るとか来てもらってもいい感じの案内をしてもらえてるんですけど、まあ、言われるままに動いてると思います。北海道の MK ボロクソは泣かないですね。だって北海道の MK なかなかいいっすよ。あ、そうですか。はい、僕はあの外国人相手の仕事してて。あ、すごいですね。なんかあのタクシー予約してくれって言われたら MK でやるんですよ。そうですよ。人数多いファミリー向けの仕事してるんで。あ、そうです。どうしてもアルファードばっかりなんですよ。あ、ちょっとそこね、はい、ちょっと今行ってきたら写真切りましょう。自転車、歩行者、僕待ってますんで。わかりました、行きます。ありがとうございます。よし、ということで、まあ、ここがね、観光地の写真撮るとこですね。あ、みんな写真撮ってるわ。あ、いいね、楽しそうです。計算機じゃない。ここもね、観光地でいい感じですね。いや、グッド。そう、こんな感じですね。そうだ、鳥屋敷だね。何とこですか。あの通りですわ。あの通りです。なるほど、なるほど。ちょっとよ、詳しく説明、詳しくはこちらみたいな。詳しくはこちら、はい、もしくはあの、詳しくはこちら、はいはい、そのままスマホでいいんで、そのまま絶対いいですね。たまにいい加減なこと言いますから。この辺ではアメックスのラウンジラウンジ、アメックスのラウンジも後で行くんで、最近かもしれないかな。へー、あ、哲学の、そうです、哲学の後に
くのがちょっと休みに。あ、そうですか。はい、だからアレクサランジ京都にあるみたいなんで。あ、そうですか。いや、僕もあんまね、あの勉強不足で、ヘタベタの京都やけど、あのね、カードだってちょっと持ってへんまで。あ、もうね、なんかね、多分 MK アメックス持ってません、結構。持ってる人いると思いますよ。いや、あの、営業で書き張りました。あ、そうですか。研修の時やと。あ、そうですね。で、あの、作ってください。はいはいはい。なんか個人用のアメックス持ってて、はい、で、ちょっとどんなもんかなと思って聞いてみたら、いい感じだったね。あ、そうですか。はい。やっぱりこの辺はやっぱり、ね、舞妓さんが多いですね。舞妓さんというか着物の方が。あ、もう着物多いでしょ。あれまだ前撮りですわ、はい、これ右か、これで4000円、はい、あ、着物、ね、それで4000円か、はい、4000円で頭アップして5000円だったかな。あ、そうだね。髪の毛が短かったらズラを買うって感じ。わあのね、ズラのお店ね、はい、別なんですか。ここや、え、これか、そうですか。ね、あの人、うん、あ、いや、もう一人向こうやな、もう一人、あの人、誰やったっけ、誰やったっけ、あの、キンキキッズの、あ、はい、ドーモさん、うんうん、どうドーモさんの頭、なんかあの、あ、ジャケット、こんな金魚みたいなのついてません、覚えてありません、うん、あれ、確かその辺でしょ。あ、そうですか。へぇ、え、すいません、ズラ で、ね、でこんな話すると意味がない、うんうんうん、まさかズラでドーモと通じたんだけど、高一かな、通じたんですか、高一の方ジャケットあるでしょ。あのこの金魚の乗ってる魚とかなんすすごいの。あれここ、あの京都のそこ、あのここがそこらへんですわ。へぇ、あの人うまいこと見つけ合ってここでやってもらうんですよ。へぇ、またよかったら、はい、その辺ちょっとペッペッペッて見てるから。そうですね、そうですね、ほんここですわ、やってはる人も見たことあるけど、ここがさすがにね、日曜日なんで、今日なんか日曜日、あれ重たいらしいですけど、確かにね、見てありました。これがね、また究極の抜け道で、これね、あれ、あれは今あれじゃない、きなことかで動画出てるんですよ。これが要はあの、はい、ロケの撮影ですか、とか。おー、すげえ、ここ、全部。あー、すげえ、 NHK とかで、ちょっとロケとか全部ロケ地です。何かのロケ地に行きました。あ、映画とかでさ、まあ、本当にいろいろね、白川ですよ。本橋、昔大御所に割れ渡っていってた。へぇ、大きいでしょ、水の川も、ね、めっちゃいいですね、ここね。柳もね、柳もね、はい、うん、風情があるね。ここは信号もない、道、はい、一本入るだけなの、うん、バスはここ通らへん。さすがにさすがにこの道幅でバス来たら最高ですね、バスもね。なかなか小さいサイズのバスですね。なかなか勇気ある運転手、はい、ね、ああ、白川一日一曲の宿とかいいね。いいと思うよ、ね、歩くとしんどいよ、ね、あとね、タクシーもすごいですよ、持ってこいですよ。今日もうすでに2回目ですよ。あ、そんなに。はい、はい、今日どの辺とかも行こうと思ったの。あ、僕今日ね、着いたのがね、あそこね、ホテルが京都堀川通りのアパホテル、うん、あ、堀川さんの、あの、はい、さ、はいはい、京都駅の左上の方で、ああ、はいはい、あ、ここで、うん、で、あそこからこっちまで乗って、で、キルフェボンでケーキ食べて、で、今から手作り、そうです、そうです、そうです、ちょっとね、あの、行ったら頭良くなるかみたいな。いや、そういうもね、やっぱ行くと、やっぱこう、ね、自然となるんですよ。なっちゃうんですね。これからもう哲学ばっかりしゃべりはんねん。いやー、ちょっと難しい話、ちょっと苦手だよね。そうだから、もうすごい、これからもううんちく食べていかれますよ。あー、大変わ。人に嫌われないで気をつけてください。そうですね、まあ、京都ダムに白金ってお店がありますね。東京みたいなお店ですね。さすが俺、幅が広いな、ポケットの数が。シュッとしたんですよね。あ、そうですか、ね、そうですね。あ、金剛寺がありますね。ここは浄土宗ですね。うん、やっぱりあの道のね、入り口がちょっと狭いけど、そこからシュッと入るときに広がってくる。あ、そうか、そんな感じですね。まあ、京都で3000軒近くあるんで、3000軒、これね、2つありますね。これ会社のです、はいはい、でこれ自前ですわ、はい、保険ですわ、会社の手になります、ね、あ、なるほど、なるほど。あー、ナビがね、出ない、ナビ、これは一応あの自前で PM 抜いてる、
あ、なるほど。これは結構なるわ。でそれ右のドア見てもたら、はい、なんか書いてません。プラズマクラスターが。あー、なるほど。さあ、行きましょうか。今度は平安寺が出てきます。はい、あ、わかりました。はい、今真空ですね。おお、おお、いや、そんな喜んでもすげー、鳥がございます。いいですね、ここ。いや、北海道民にはね、最高でした、これ。ないね。丸山の上の、丸山の鳥ぐらいでね。しかも、赤くないからね。あれ、雪とかでね、塗装落ちて、あの、サビサビになってくるね。これね、ちなみにね、高さがね、はい、24メートル。そんなんですか、はい、24m。 大高伸びでも飛べないわ。やっぱり 横幅がね、はい、なんとこれも 34m。 34m、 これ 34m。 うわ、ちょっとしたマンションですよ。これね、この隙間、この、はい、今まず通りました、これ、はい、ここから通ります、はい、この間、はい、18m。 うわー、すげー。この柱、この木と一緒、11m。 11m。 わー、すげー。とんでもない。たまにおじいちゃん言われます、はい、大きい木取ってきたな。そんな木ないし。そんな木ないし、ね。しかもめっちゃ長いしみたいな。倒れるし。倒れるし。これ綺麗でしょ。いいですね。あ、これは右側ゾウですか。動物園ね。動物園。いいですね。右側ゾウあります。京都動物園。あ、でも単独だ。パッと入ったら、これね、あの歴代の亡くなった動物の全部白星座を迎えでございます。あ、そうなんですね、思い出が皆さんね、詰まってからさ、よろしくです、なぜか目の前がスマートとかね。あー、なるほど。あの戦略が分かる、うん、以上だね。以上だ。触れません。触れません。餃子の王将様。はい、やっぱりね。漬物屋さんもありましたね、大体。あんだけ並んでもうてうどんですから、ね、食べ終わったら何になるでしょうか。ねえ、ちょっとそれは余裕のある時に行きます。ここはオムライスです。オムライスの大宮さん並んでましたね。みんな並ぶの好きね。人もいて、そうですね、時間を使ってくださってありがたいです。川上さんの前でね、なんかすごい追加情報がいっぱい入ってきて嬉しいですね。じゃあハッピーですか、ね、ハッピーですね。川上さんに、あの僕会社の名前がハッピーライフなんですよ。そうなんですか。川上さんハッピー言うたからもう一気に好きなんですね。もうこれからのハッピーライフって言いますね。ねえ、幸せな人生ですよ。いや、今日は岡本さん乗ってもらったハッピーライフ。ねえ。ですね、一応、このライフって何ですか、ね、一応、北海道に会社ありますね。ありがとうございます。川口さんでね、あのプライベートカンパニーに入れて。いや、それはないけど。あれが一応、僕の従業員ということでよろしくお願いします。採用してもうたら、これだけの採用決まったら初めて。早いですね、もう一瞬2秒でした。すごいわ、もう MK は名前変えたら入れたけど、もう名前聞かんでも入れたな。そうですね。素晴らしいバージョン。素晴らしいバージョン。岡崎ですね。岡崎なんじゃ。はい。あ
どうしましょう、もう哲学のミシンで書いてるところから置いてもらいましょうか。で、まっすぐ取ってたらと、何見てもたらね、ざっくり、でもね、哲学見たらもう全部これ道が哲学になってくるんですよ、ここの川のところ、はいはい、ただね、ここ歩かはると長いね、長いですわ長いですわ、これ暑いね、さっきから暑いっておっしゃってる様子を、ね、この辺からこんだけだけ歩いてもらうとか、ね、ここからこう歩いてもらうかのような選択肢なんですわ、そうですね、そうなってくるのね、あ、そういう感じでおすすめのちょろっと、まあまあ、おすすめかも、いいところだけ。そこだけぐっとこう行ってもらって、そのまっすぐどんどん行って、銀閣寺しましょうか。そうですね。はい。また先に。またね、でね、まだ銀閣寺行かれた後、はい、また横にそのまま道あるんで、はい、ちょっと歩いてみたいなと思ったら、行ってくださったら、はい、いろいろお店とかあったりする、はい、それをそれでまた発見するとか。わかりました。それで行きましょう。行きましょう。ちょっと、普通のタクシーとは違う、ロングドライブですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、嬉しいですわ。いやいや、その辺のね、なんか、ハッピーですわ。なんか、ね、こんなに楽しいねっていうのね、最高よね。もう、最高やな、やっぱり僕はハッピーライフ。ね、もう今練習してますから。あ、いいですね、いいですね。もう次のお客さんがいいかな。あ、そうですね。ハッピーライフですよね。でもみんなね、幸せな人生が一番ですかね。確かにね。ここはね、去年来た時に電動自転車で走りましょう。あ、こっち走りました、はいはい、そうしたらそっちがちょっと滑りましょうか。やっぱり同じとこは面白くないでしょ。そうですね、電動自転車だから、アシストだから、ここ坂だけど楽勝に乗ってた。自転車も面白いし、安心してなんか昔ながらの、はい、これはお地蔵様がね、ちゃんとこうしてお花が綺麗でしょ。あ、京都っぽい、京都っぽいですね。うん、よく言われますね。ここから、はい、観光とか、ね、今日は外人様が走ってありますか。あ、自転車ありますね。アシスト、あれ、あれ借りた、あれあれ借りた、あれすごい、また5体目で、まあ、僕はずっと行くところも今度はこれも道です、全部。あ、そうだね。はい、これもう一度向こうなんですよ。車通れないんで、はい、ここ全部。鉄が。あ、なるほど。で、これ右上がると法然さんですよ。はい。まあ、また見てもらったら、ね。法然さんとか、まあ、一生懸命登ってあります、はい。京都ね、平らに思わないんで、結構自転車乗ってもらったら分かるけど、はい、結構アップダウン。アップダウン激しかったですね。ゴスペルコーヒーですね。おうどん屋さんね、ここも。まあ、ここはどっちかというと A 級グルメに入るのかな、B じゃないし。あ、A 級いいっすね。で、ここがね、ガレージで、はい、でもうそこが右側、はい、そこちょっと行ってもらったら、はい、もう それがもうほんま哲学なんです。ああ、いいですね、いいですね。それだけなんですよ、うん、はい、こっちが右の方行くと、銀閣寺だ。まあ、さっきの銀行ってもらってから、その向こうまで哲学歩いてもらうような形にしましょうか。わかりました。ね、はい、多分この辺に行っておきましょうか。はい、どうも今日も見てくれてありがとう。今日の動画いいなと思ったらグッド評価お願いします。ダメだなと思ったらバッド評価。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ここをね、ポチッとね。うん、そして関連動画の方もね、ありますんで、よかったらご覧ください。うん、何かやってほしいことがあったり、言いたいことがあれば、ぜひね、コメント欄の方からコメントしていただけるととっても嬉しいです。ということで、ぜひまた次のね、動画もね、楽しみにしてください。ということで、またねー。